岩石と場の特性を活用した風化促進技術 AERW の開発と題して早稲田大学教授中垣隆夫様にご講演いただきます中垣様ご準備をお願いいたします早稲田の中垣と申しますあのこちらから二つはですね岩石風化促進といったような技術のお話になります えっと風化促進はエンハンスドウェザリングという,う英語を言うんですけれども、岩石を使うということで、中にロックが入ります、まあ、ERW というふうに称しています、でこの研究なんですけれども、早稲田大学と北大、それからえ京都府立大学、それから三菱重工エンジニアリング、4つの団体がえと受けておりまして、その下にですねえと10個のえ国権、それから大学、それから企業が入っております。 あの風化促進ということなんですけれども、あの我々この風化促進を、ですね、えー、と風化とそれから CO2 の鉱物化というふうな2つに分けております、まあ、あの日本語で風化といのが忘れるというような感じで、忘れるのを促進するようなイメージになっちゃうんですけども、まずは岩石をバラバラにするといったところが風化でございます、でその後に、えーとまあ,あのこに CO2 を捕まえるということですので、CO2 の鉱物化、ミネラリゼーションといいますけどこの2つをですね、えー まああの促進させるということになりますでこの ERW の位置づけなんですけども DAC よりも少し量が少なくてまあコスト的にもあの中ぐらいというようなところを意味していますでじゃあこれ日本でどうやってやるのかっていうところなんですけどもまあ他のですねネガティブエミッションの技術とそれから技術的な成熟度をここでまとめたものですあの土地の利用としてはえっとまあ結それなりにあるんですけども あの消耗のですね削減量が本当にえっとちゃんと削減できているんですかっていうようなところは要確認ですというふうに言われています。まあ、こんなところをあの少しえっと強化して研究していこうっていうのがあの我々やっていくところでございます。 ERW の,、ER、の,あのまあ現状の認識という,うなところからお話ししていきたいんですけども、えっと、現状はです、ね、まず岩石を使います、これ、CO2 を吸収できる岩石を探してくるんですけども、そういった鉱物をまずはえっと粉々に砕きます、まあ、運,ば運ぶということもあるんですけども、それをです、ね、大概このイメージにあるように、あのまあ工作地に散布するというようなパターンが多いです、でまあ、最終的にはそれがです、ね、海に行って、少しあの海洋のアルカリ化に寄与しますよというような絵が描いてあります。 このあたりというのはこのあの IPC 種の AR あのシックスの方でも取り上げられていますし、それから i c e f のロードマップでと CO2 メレリゼーションというようなところのとこにも書かれています。いずれもですね、ちょっと赤で書いてあるんですが、その炭素会計が不明瞭であるよというようなところが、あの懸念点として挙げられているというところで、こういったところを明らかにしようというのは一つ共通のですね、あの課題として挙げられます。で、それ以外にこのと我々のプロジェクトの中では、とこのブルーで書いてあるところなんですけど、まずは 玄武岩をよく使うんですけども玄武岩だけが対象ですかとかそれからこうやってばらまくんですけども耕作地以外にまくところってないのかとかですね。それからあとあの 土壌へのです、ねえー、と負の影響というのはないのかと、これ、いいことばっかりなんですけど、バラ色ではないだろうということで、何かマイナスのことはないのかという,ようなところは我々、々えっ、ー、とここで新たな課題として出しているところです。ま,あ、まとめますと、このスライドになるんですけども、共通認識としてはアカウンティングをしっかりやりましょう,ややりましょうと、まあ、これやらないとですね、ERW の,の炭素背景としてのです、ね、価値がなくなってくるというところで、ここはしっかりやります。それ以外に、えー、とこの3つのののつつテーマを挙げておりますで1つは、えー、と日本の地質の、えーと特性 を生かして、えっ、ー、とまあ、適用の岩石を拡大しようという方法。それからえっ、ー、と b はあの散布の場所を変えてですね、えー、新たなコベルヒットを創生しようというようなところ。それから、あとは風化促進とそのコベルヒットを最大化するようなえっ、ー、と栽培土壌ということで。これはあの先ほどの工作時散布っていうようなところのえっ、ー、と、えー、課題になります。 で日本はです、ね、意外と,この、えー、と岩石については、えー、とデパートのような状態で、えー、と例えば玄武岩だけがこんなだんとあるとうようなものではなくていろんなところにいろんな、えー、と風化促進に適した岩石があります、まあ、そういったものを少し地産地消的にやっていこうというようなところで我々 ERW に A をつけまして、まあ、A はここに書いてあるようないろんな意味を持っているんですけども基本的には、えー、とアドバンスというような意味でつけています。 それであのまずは炭素会計しっかりやるという,ようなところなんですけどもこれはです、ね、このあ、えー、とご説明があるあの森本 PM のチームと、ね、協力にタッグを組んでやっているところでございます既にもう 4, 5でに45回ミーティングをやっています。 であの原則的な考え方は、日本 l c フォーラム、今、井上先生おら,おられますけれども、ここでもすでに発表済みの内容で、えっと、岩石がどれだけ、えっと、吸収できますかという量の算定をまずやります、そこからです、ね、それに付随するような、あの作業に付随するような CO2 のリーケージをカウントしますというようなところと、それからここが一番頑張るところなんですけれども、あの土壌のです、ね、炭素固定量をきちんと出そうというようなところをチャレンジングなテーマとしてやっています。 まあ、あのここに書いてあるようないろんなです、ね、あのテーマ、課題があって、まあ、そんなところを少しあの解決していこうというふうにして考えています。 であのまあ、独自テーマとして挙げているうちの1つなんですけれどもあの適用岩石を拡大するというようなところです玄武、えー、岩はこういったとおりに○○○って書いてあるように、えー、といずれもです、ね、あの OK なんですけれどもそれ以外の岩石でもよ,よさげなものがあるということが分かってきました、まあ、例えばこういったモン岩である種のものについては非常に、ねえー、CO2 の鉱物化が早いというようなあのこれは我々の実験データなんですけれども得られていますそこからポテンシャルを考えると、まあ、少しジャモン岩というのも考えた方がいいんじゃないかというようなところで このジャンボンガンを使ったような風化促進ですねで、アカウンティングを容易にするようなことを今、鉱物化ハウスというのを使ってやろうとしています。それから、えーと もう1つは、あの少し酸性の,です、ね、あの鉱山の排水があるところですとか、溶脱が優勢な森林の傾斜地に巻くということで、えっと、最終的な CO2 の固定は海水え、海に行った後のことになるんですけれども、まずは風化ということで、バラバラにするところにエネルギーをかけないといったような発想でやっています。まあ、こういうふうに非常に、ね、pH の低いところでいくと、あのその風化が早くなるものですから、こういったところを利用してやろうと。こここれはは、ね、例えば今こういったところはあの えっと、石灰を使って中和しているんですけれども、そういったものを使わなくても済むといったようなところで、新たなコンビニヒットの創出につながっていきます、それから、えっとまあ、もう一つはあの、えっと、畑にまくってやつなんですけれども、こういったところは、これまで、えっと、こういったようないろんなあの社会実装に必要な要件はあるんですけれども、それがです、ねえっと、ちゃんと整理されてないというところがあります。 でまあ、土壌複雑系ですので、こういったところをきちんと出していくという,ようなところに、先ほど申し上げた負の側面もあろうというようなところ、です例えばこういった N2O なんかが出てくるというようなところは、何もこうカウントされてないところがあります、こういったところをしっかりカウントしてです、ね、まあ、日本の気象と、それから土壌、環境、栽培条件に合わせた最適パッケージを提供していこうと、まあ、例えばコベニヒットとして、このような3つを挙げていてです、ね、こういったところが新たなです、ね、あのコルニヒットの創出につながるというふうに考えております。 まあ、あの全体像としてまあこんなうになっていますというようなところで、えー、とこの点線で囲ったところがあの、まあ、既存のです、ねえー、とやられているあの岩石風化促進の世界観ですでそこにちょっとあの外に書いてあるのは新たに我々やるというようなところで、まあ、1つはです、ね、こういったあの路伴材のようなところに書いてありますけれどもあのこういったような玄武、えー、岩とかではなく 少し使いにくい蛇紋岩のようなものをです、ねえー、風化促進をさせてこういったあのシビルエンジニアリングに使ってやるというような循環の考え方それから、えー、ともう一つはこういったようなあの溶脱優勢なところに巻くということで。 これまで使っていた石灰を削減するというようなところでの循環ですね、それからこちらの方はもともとの炭水循環なんですけれども、植物に固定され、それから土壌に固定され、特にこの痕域をですね積極的に研究の対象とはしているんですけれども、最終的にはそれがですねこういったような海に流れ着いて、海洋のアルカリ化につながるといったようなところは、 あのジャパンブルエコノミーの小林さんとかいろいろ招聘しながらあのお力を変えながらですねえとアカウンティングのところを進めていくといったようなことをやっていきます。同時にえとその数値が正しいのかという,ようなところでこれまでモニタリングに必要な機器の開発もなされておりませんでした。 えっと企業が入っているというのは、こういった炭素会計のエビデンスデータをきちんと揃えるといったようなところも必要ですので、こういったような環境モニタリングの機器の開発、でどこにどういったようなものを設置すればいいのかというようなところも、この,あのプロジェクトの中で明らかにしていきたいというふうに考えています。えっと、あの我々のこののののここチームのところは4つの あの受け元がありましてそこからえろい分かれているんですけれどもチームとしてはあの早稲田とそれから三菱重工が高額系ということで、えっと、主に CO2 の鉱 CO 物化ハウスということであの、えっと、農学を使わないような方法でのアカウンティングを少し明確に化するというようなところで早い社会実装を目指す方向ですそれから北大の方もこれ高額なんですけれども1つは、えっと、その養達優勢な。あの 森林傾斜地に巻くという方法とそれから農学系の先生も入っていただいていてそちらの方はこの京都府立大学が中心となる工作地への散布というようなところの農学チームというところ2つまたがっておりますで結構このプロジェクトに参加している団体が多いのでそこの団体がどういったようなところを担当するのかというようなところを一覧表にしたものでございます以上が私の発表ですご清聴ありがとうございました中垣様ありがとうございました お時間の都合で質疑は省略させていただきます。